はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。ハースオブアイアン、イタリアでのプレイ続きをやっていきましょう。前回はですね、エチオピア併合後、次日本と友好を結ぶための国策転換を行いました。今回はその続きになります。まあ、来たるべきイギリス、フランス、まあ、いわゆる連合軍との戦争に備えて、今回も引き続き軍備の拡張、増強、このあたりを中心にやっていきたいと思います。では早速続きを始めていきましょう。まずビッグラコンが出ているのが、研究枠が利用可能ということで、いくつか研究枠ができるようになってますので研究していきましょう。まずは陸戦を少し鍛えていきたいなという思いはあるんですが、どうだ、275日とかになってくるとかなり厳しいんで、ちょっとこのあたりは初回にお話したように、上に出ている年代が進んでいるものを研究すればするほど研究にかかる時間がかかる、コストがかかるというのがあるので、ちょっとこれはやめましょう。で、逆に支援系ですね。支援系で言うと何がいいかだな。フィアット、これ研究済みになってますね。うん、ありがたい。で、他で言うと通信兵とかどうなんだろう。戦場に通信を確立および保守するためには常に特殊な技能を求められます。この対戦時に出現した新たな通信索敵技術に伴い、この分野には全く新しい実践可能性が広がっています。これはどんないい効果があるかというと、指揮統制率が上がって、先制攻撃力が 20% も上がって、結構いいこと尽くしですよということですね。で、補給兵は兵士たちの間に専門の兵団将校を配置することにより、その支援ネットワークを活用して物資の無駄を最小限に抑えることが可能。おー、これも物資のね、乏しい国からすると非常にありがたい。あとは野戦病院に整備兵、いやー欲しいけどなー、2の次、3の次っていう感じなんですよね。そうすると戦車かなー、やっぱり L6 でも作っておきますか。そしたら1つで、もう1個枠があるので、ここで砲兵にするか陸軍ドクトリンにするかですね。陸軍ドクトリン、ただ機動戦か。機動戦って感じじゃないんですよね、イタリアは。今のところ。大規模作戦ドクトリンとか言われてもね、ちょっとなんですよね。大量突撃ドクトリン、なんかこれ良さそうだな。ちょっと見てみましょうか。完璧な兵器は過大評価されている。大量の十分有効な兵器こそが勝利への道筋になると。なるほど。いやー、ちょっとなんか手出しづらいな。海軍の方はというと、空母が今何かあるのかっていうと、空母が何もないんだよな。じゃあ空母作っておきましょうか。うん、これでいきましょう。で、例によって建設を見ておきましょう。合成製油所は1個しか作ってないけど、まあしょうがないよね。この辺りは全然稼働してないんだよな。で、稼働していない要因は何かというと、全くもって資源が足りてない、そういうことなんだよね。あとは生産のラインだな。ここに一つ、この前回
潜水艦を作るように命じたものの、全く作られる気配がないわけだな。支援装備はここで作ってるから、ここで作る必要はないな。やめましょう。輸送船団ももう十分に作られているでしょうということでやめましょう。で、代わりに軍用トラックに割り当てていきましょうか。よし、これでいいでしょう。まあこれしかもう道がないといえばそれまでなんですけどね。では進めていきます。もうちょっと貿易で金を増やしていくっていう、金じゃないな、石油を増やしていく必要はあるかもしれないですね。石油、アメリカ、ベネズエラ、この辺りからはどうしても輸入しづらいんで、イラクとかからちょっと、もうちょっと増やしますか。イラクを、輸出なんかできっこない。あとはイギリス、ドイツもな、とてもじゃないけどって感じだしね。オマーンとかこの辺りから欲しいぐらいだよな。日本からもね、どうしようもないし。いやー、必死こいてガシガシ輸入していくしかないですね。石油の輸入量がちょっと増えましたね。32、必要になってますということになってますね。装備品の不足か。厳しいですね。資源不足。いざ敵の艦隊あるいは陸戦隊が攻めてきたら、この軽い装備だとあっという間にやられちゃうからな。ちょっとこちらも急ぎ、戦車を配備したいところなんですけどね。編隊飛行の研究が完了したか。じゃあ次は急降下爆撃ね。あの提督の決断も並行プレイしてるんですけど、やっぱり急降下爆撃って結構重要な要素ではありますよね。どうしようかな。戦力後退か。光線または単純に長時間にわたる集中は疲弊を招きますが、新しい戦力と交代させることでいかなる時もパイロットの疲労によるミスを減らすことができますと。以下の研究とは両立できませんと言われているね。航空優勢と両立できないのにやっちゃったってかなりもったいないね、今にしてみれば。だったらもうここまで来たらこっちをやっていきましょう。
もったいない研究を一個してしまいましたけども、後の祭り。装備品の不足と言われてもな、生産したいんだけどな、ちょっと今後の陸軍の必要性を加味して歩兵装備を優先的に作っていくか。最優先で作っていきましょう。これで歩兵の装備が一番上になったので多少は回ってくるでしょうと。日本が今どうなってるかというと、満州国がありモンゴルがありという感じですね。イギリス、シンガポール、タイ。いや、今度はタイでちょっとプレイしようかな。そしたらね、訓練中がもうほぼほぼ終わるね。うんうん。いい感じでビエモンテの方には配備が進んでますね。ユーゴスラビアとの良好な関係、友好関係は完了しましたね。よしよし、順調に来てるぞ。ユーゴスラビアの代表部ということで、ユーゴスラビアとダルマチア沿岸のイタリア系住民をめぐる対立を選ばず、イタリアはむしろユーゴスラビアに対して恒久的な外交計画を設けることを公表。イタリア外務省の声明によると、両国は多くの歴史を共有し利害を一致する局面も多いため、些細な国境紛争などよりもお互いを深く理解することの方がはるかに重要だということである。欧州の緊張が高まる中、多くの国がこういった動きを取ることを願うばかりだというのがワールドニュースの記事ですね。ただその裏にある真の狙いをまだ誰も気づいていない。我々の真の狙いは、さらに大隊を、歩兵手段をガシガシ作っていきましょう。
今配備した軍団じゃない、師団が、あ、ここにいるね、ニュー9。ほうほう。では、ちょっと師団を作っていきましょう、また。所属していない師団を選んでいく必要があるので、ちょっと面倒くさいけど、個別に選んでいくしかないかな。この辺だと、ただここしかいないか、ニュー9しかいないか。いや、そんなことないよね。他にも師団はさっき配置したはずだ。今、349がいて、ちょっと待ってくださいね。確認していきましょう、一個一個。どこに師団を配置したかというと、カラブリアとビアモンテ、ビエモンテですね。カラブリアが、ビエモンテはここなんですよね。ビエモンテがあって、カラブリアが、カラブリアの位置をちょっと確認します。おお、石油プラントができたね。もう結構ね、忙しいんですよね。石油プラントができたんで、次だ、次。で、ここまで行くと433日もかかるのか、これはちょっと厳しいな。となると、次は、分散工業にするか、集中工業にするか、あとは工作機械ね。どうしよう。改善型工作機でも入れとくか。そのためには、まずは基礎工作機械を入れなきゃいけないと。で、ビエモンテはここで、もう一個、カラブリア。カラブリアの場所を確認しないとちょっと話にならないな。カラブリアは？カラブリア、ここか。あ、ここに配置されてるね。いたいた。ここにいるじゃないか。師団が。彼らを。そうだなぁ。いや、ここに集めてる理由は、アメリカではない、アフリカに派兵するためだったはず。なので、ちょっとこのままここに置いときましょう、しばらく。で、アフリカに送っていきたいですからね。で、政府の刷新で、政治顧問とか入れてみる？政治顧問入れると、なるほど。共産主義とか民主主義とか選べるんだ。原理主義者とかいるな。あと、口達者。ディーノ・グランディ。ほう。この原理主義者とかね。恐怖行。いやー、なかなかの原理主義者はちなみに。同一イデオロギーにより月々の評価が100%上がる。どんないいことがあるのかちょっとパッと見分かりづらいな。あとは秘密工作員。ほう。ちょっと怖すぎるだろう、この辺りは。なるほどね。これで地味に10%、20%ってね、短くなっていくのは大きいですよね。その研究機関なり、何かを作る機関が。まあ、ただここは参謀を入れておきましょうか。軍最高司令部。まあ、ただ、どうだろう。海軍戦力充実させたいけど、今すぐ海軍が必要かというと、やっぱりね、陸戦なんですよね。フィアットだな。まあ、開戦したらまず、フランスの、
ここですね。ソマリランド。ここをまず奪い取りましょうね。ユーゴスラビアとは友好の道を選ぶことにしたんで、ユーゴスラビア方面にいる部隊もフランス方面に差し向けた方がいいな。これをフランスの第二師団としましょう。来るべきフランスとの決戦に備えて、ここも優秀な人間を据えましょう。ミラノあたりまで進めましょうか。ミラノまで進軍させておきましょう。で、フランス方面軍の第一、第二軍団が作られた上で、さらに言うと、国家方針をブルガリアとの友好にしたので、この後ですね、日本との友好にするためには、唯一残された道は、イタリアと交戦なんで、イギリスと交戦なんで、そのための道は鋼鉄条約かイタリア至上主義か。イタリア至上主義しかないな。政治力がプラス120、陣営を作成する新ローマ帝国。なるほど。イタリア至上主義、これ半端ないな。ムッソリーニはヒトラーのイカ様に乗せられることは決してない。これドイツと開戦ってなると一気に崩れるな。ちょっとまだやめましょう。これはイタリア至上主義以外の道はないのか。もうスペインとね、介入することができないので、右側のルートから来ることはできないですよね。となると日本と唯一結ぶ手立てはイタリア至上主義しかない。イタリア至上主義怖いな。ちょっととなんか行きづらいな。イタリア至上主義今すぐは、イタリア至上主義とのこのなんていうのかな、葛藤に今陥ってますけど、大西洋艦隊ってなんだろう。なるほど、海軍の経験値が上がり研究のボーナスも得られると。悪くはないんだけどな。そしたら陸軍の近代化とか、そっちの方向に一旦舵を切っておいて、来たるべき時が来たら、イタリア至上主義を掲げていきましょう。まだちょっとね、その時じゃないんじゃないかなっていうね、気がどうしてもしちゃうんで。装備品の不足、ミカドの造船所などなどということなので、ちょっとじゃあ造船所、様子を見に行きましょう。潜水艦をね、やっぱり今作りたいんで、造船所が、全然空いてるね。造船所が空いてるんだったら、作りましょう。で、なんで空いてるかというと、なるほど、戦艦が
完成したな。海洋ドゥイリオ級が完成してる。1個減ってますよね、生産ラインから。なるほど。そしたらここに新型の戦艦を作りましょう。もう1個、できた。レジーナ・マルゲリータ級超大型戦艦、いいじゃないですか。いや、かっこいいな、この超大型戦艦レジーナ・マルゲリータ級。手に入る中で最も強力な主砲と最も強固な装甲を備えた最も大きな主力艦です。なるほど。そんな高価な投資先はより小さな直営艦の支援を受けるに値します。なるほどね。これはちなみに、お、もう入れちゃったな、ラインに。何年かかるんだこれを作るには。3年、いや3年弱かかるね。レジーナ・マルゲリータ級、ゆっくり見たいわ。レジーナ・マルゲリータ級に関しては、何インチ砲を搭載してるかとかっていうのはちょっとわからないのかな、これだけを見ると。装甲が47か。まあ基本的には同じぐらいの、自分の手法と同じのを直撃を受けても耐えられる装甲の厚さにするって言われてますから、この47、装甲47っていうのが、まあ、それに合わせて設計されているようであれば、まあ大和級の46インチ砲とかそれくらいを持っててもおかしくない感じですね。なるほどね。ここでレジーナ・マルゲリータ級の改造版も作れるわけですね。信頼性を上げたり装甲を上げたり艦砲を強くしたり機関を強くしたりと、うんうん、まあただここはまだいいかな。レジーナ・マルゲリータ級、まあ次期イタリア海軍の主力戦艦の一つになってくれるでしょうということで、これをじゃあ3隻ほど作りましょう。3隻作るのには9年かかりますけどね。やっぱりね、これどう考えてもイラクとかこの辺りに侵攻したいよな。そうなるとこのフランスと開戦していち早くデリーゾル地方を攻略したいですね、イタリアとしては。イタリア至上主義からレジーナ・マルゲリータ級の超ド級戦艦まで、まあ何もしてない割に結構中身の濃いというか面白い回でしたけど、今回は、もうすぐ30分というところなので、もうちょっとだけ進めさせてくださいね。ミラノに到着したね、師団が。そしたらこれを移動させておいて、近い将来にフランスへ行ってもらいましょう。おお、ブルガリアから不可侵条約の要請が来てますね。
どうしようかな。ブルガリアか。ここでブルガリアと結んでおく必要があるのかどうか。まあ、イタリアからするとブルガリアに攻め込むためには、まずユーゴいて、さらにアルバニアもいるわけでしょ。って考えると不可侵条約は結んでおいても何ら損することはない気がするけど、ブルガリア。ユーゴとは、友好関係を築き、アルバニアに関してははっきり言って今のところ、まあ言い方悪いですけど、あまり重要視をしていないという状況の中、どうだ？ブルガリアとは友好関係を結びましょう。まあ、不可侵条約っていうのが友好関係かっていうとちょっと微妙ですけどね。まあ、ブルガリアとは、不可侵条約を結びましたと。戦力の増強の一途をたどっていきましょうね。ここで4個歩兵師団ができたので、彼らをイタリア、エチオピア領に運んでいきましょう。まずはあれだな、彼らを港に入れていってあげなきゃいけないね。空母ができたね。空母が、そしたらタラントからフランスじゃない、アフリカ領に入ってもらいましょう。順調に輸送されてるね。これでエチオピアに6歩兵師団を送り込みましたんで、まあ、またさらにね、師団が溜まってきたらどんどんこう入れていきましょう。で、さっき空母を1隻研究したので、まあもう戦艦というか海軍兵力に関してはこれで十分かな。となると空軍だな。今1937年なので、どうしようかな。重戦闘機とか対艦攻撃機、いやー重戦闘機だろう。チコーニャとかなんか良さそうじゃないですか。チコーニャ、幅広い役割をこなせ、多目的に使用できる軽快な中型爆撃機。なるほど。152日かかるわけだ。対空防御が23で機動性が20、制空力が1は、最高速度が430キロ、レンジが2400キロね。で、こっちは、あー、
最高速度はこっちの方が速いけど、レンジは短いんだ。いやー、どっちがいいか。機動性20で対空防御が23。こっちの方が防御力が若干低いんだな。まあ、ただ体幹攻撃もできるっていう意味ではフィアットのチコーニャの方が、どうだろう、なんか汎用性はありそうですよね。これ見ると左上の方に対地対空両方いけますもんね。あとはもちろん体幹ということで、チコーニャを採用しましょう。はい、というわけで、時間も長くなってきましたので、今回はここまでにさせていただきたいと思います。イタリア至上主義非常にね魅力的だったんですが、まだね、ちょっとその域じゃないかなというところもあるので、このままにしておいて、次回ですね、さらに軍備の拡張と、あとはですね、今回超ド級戦艦レジーナ・マルゲリータ級を作ったので、ちょっとね、それをできるのを楽しみにしていきたいなというふうに思っています。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。